アメトーク、あっぱれ、やってまーす。ちょっとどうも、クッキーです。 AKB48 の小栗ゆいです。ハリウッドザコシショウです。南川でございます。よろしくお願いします。大野さんでございます。何がアメトークやねん。あ、間違い、いや、直前までその古着、はい、芸人の話してたもん。古着芸人出させていただいて。古着好きなんやね。え、そうですね、はい、古着持ってさせていただいてっていう形で、まあ、いろんなね、さらばの森田とか、うん、コカドさんとか、うん、もちろんあの小林さんとか、剣道小林さんとか、あ、小林ちゃん、はい、剣小林ちゃん、はい、うん、そこでいっぱいいてはって、いやいや、そこでこう古着のヴィンテージの、はい、にぎやかでいい、いい、ああいう、いいよね、ああいう会ね、うん、男趣味会はいいよね。ちょっとカルチャー会出たの、あなたも。僕は出てないです。え、はい、好きでしょ。僕、いや、僕でもあんま古着実はそこまでですね。ジーパンぐらいじゃないですか。あ、ジーパン、でもジーパン、ジーパンでなんかめちゃくちゃね、ジーパン行かせてたよな。ジーパン芸人もあった。ジーパン、で革ジャン芸人もあったし。あ、そう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 。上着ってこと。古着は、いや、古着は全体です。アメカジーですわね。アメカジー、ユーロヴィンテージもありますけど、はい、全然詳しないから。そんなもん、まあ、それ服なんかどうでもいいでしょうな。何やねんお前。モテることも、モテることもサラサラ忘れて。サラサラ忘れて、何言ってんねん。何がサラサラ忘れてやねんお前。もうファッションのことなんかどうでもいいでしょうか。もう何言ってんねん。全然俺ファッションめちゃくちゃおしゃれやで、こんなもん。いや、ファッション可愛いよね。可愛い、ゆいちゃん可愛い。赤が似合ってます。ほらほら、今赤の T シャツ、赤い T シャツ、はい、おこぼれ落ちてあのちょっと乾燥したぐらいの濃い赤やわ。いいやないか。かさぶたかする手前の濃いやつ、ね、その例えないねん、かさぶたかする手前の濃いやつね。そんなそんな例えやめて。そんな T シャツに対して。いやいや、すごいでしょ。そうです、もちろん。かさぶたと一緒って。でもあの T シャツ言ったらあのケンコバさんとかだと、例えばあのプロレスのね、あー T シャツとかも入ってるんで、ね、結構何でも古着になるんですよ。いや、そうやな。もう、まあ、極端に言ったらだって、はい、人が一回来たらもう古着やからな。そうなんですよ。ああ、ほんまやほんまや。で、あの、都築とか、四千頭身の都築とか、もう90年代ですから、もう古着やな。いや、90年代はもう古着やな。古着になるんですよ。ヴィンテージにはならんよな。まあ、いや、でもヴィンテージになってるんですよ。ヴィンテージって何なんじゃん、じゃん。いい、ちょっと、すごい、まあ、すごいビギナー、ビギナーズ。骨董品みたいなことですよね。骨董品が。そうね。古い、ある種アンティーク的な。そうそうそう。家具とかで言えば。あ、家具、うん。はい。だってもうあれですよ、あの、この前、古着のフェスみたいなのがあって、行ったら、3000万のジーパンとかね。今最大、今最上が3000万。あ、新地バッグとかですか。え、なんて言ったかな。古着のフェスって何。そう、出してこなかったですよ。ああ、そうなんや。さすがに出してこなかったですけど。古着のフェスって何やねん。あのライブすんのかい。これね、いや、師匠もそのファッションに興味ないから、もうあれでしょう、無関心。無関心ですか。違う違う、ファッションに興味なくない。お前、ヴィンテージが全部全てなんか。いやいや、そういうのないですけど、今ね、そのヴィンテージブームがまだ来てるんですよ。え、それ男女ですか。男女、男女問わず。あ、そうなんだ。だから、あの、一時のパフィーさんみたいなね。あ、そうそうそう。90年代のね。そう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 。え、どこの、どこがいいんですか、場所的には。場所、古着が売ってる場所。場所売ってるとこ。例えば、古着屋さんいっぱいあるじゃん。下北沢とか。ああ、あります、あります。下北とか渋谷とかじゃないですか。恵比寿とかありますよね。それなりに、うん、あの、足でこう行くの、それともネットで、まあ、両パターンですよね。どっちも。あの、例えば、遠い県とかに置いてる場合もある。はい、そういう時はネットでも、はい、大体ね、あの、服好きな人って自分のこう、サイズ感分かってるから。はい。もう、かけとかね。そうそうそう。ウエストとか。かけじゃん、それ。もう、ほぼほぼかけでしょ。だから、そう、探しに行くんですよ。宝探しみたいな、うん。だってさ、もう一回、はい、もうな、一回もこう、ミント触らんと買うってちょっとかけじゃない、うん、それはかけですよね。めちゃめちゃ、でもめちゃめちゃありますよ、それ。はい、もうでも、その人、あって言うだろう、どうせ。下田って言いますね。まあ、うん。しもたーって開けて、はいはい、色とちゃうやんってな。なんか色はね、別にいいんですよ。古着やからまあ落ちててもいいんですけど、あの、ガー脇がえぐいと思う。ガー脇あれ、アロテしまいやん。アロテもね、取れるガーワキは取れないです。そうなの。だから一見あのアロテるから大丈夫、あ、よかった大丈夫や思って来て、自分が汗かきますやん。はい。ガーワキがまた発動しますね。復活するぞ。なあ、実際なあれ。復活するんすよ。あ、確かにな。あれねえぐいんすよ。一回な、そのノーブランドのたっちゃんがな、そうやったもんな、たっちゃん。ノーブランド。ノーブランドで先輩いるやん、先輩。ちょっとわかんないですよ、俺らは。八期生やね。八期生近いとこ言ってくださいよ。八期生の先輩で、ノーブランドのたっちゃんっていたのじゃないですか。ね、その人が、あの、すんげえベスト10で、もうコントやるからっつって、俺の顔じゃん、ちょ、貸してや、つって。ガワキ？これ、俺、全く同じことありました。俺もあの先輩、とある。別の先輩で。あの、まあ、あんま言うのもあれやから、
ダブルハンドガン。ダブルハンドガンの。二丁、二丁、ああ、二丁。ダブルハンドガン。すごい。ダブルハンドガンの。だいぶもう絞られましたよ。小さいお堀の方。小さいお堀ね。あれにお芝居するからって、はい、MA1 歌手のディヴィンテージなんやんと。ああ、ヴィンテージの、はい。そうそう、まあ当時5万ぐらいした。ああ、じゃあ、相当しますよ、今も。お芝居でなさ、汗かくから。ほんで、それ貸したらもうガーバキぐっちぐちで。どうしたの？打った。そのまんま。よう売れましたね。ガーバキ先輩にやで。ああ、なるほど、なるほど。そうそうそう、そのまま売りました。ガーバキ先輩に売った。まあ、幸い、うわ、これ気に入ったわ、売ってって言われたから、もう速攻打った。ああ、いいですね。どうぞどうぞ、つって。うん、よかったっすね。あれ、辛い、ほんま気ぃつけなあかんな。ほんま気ぃつけてる。ほんまね。あるんですよ、それ。AKB ある？そういうの。どういうこと？どういう。まだ、あんま。ヘタピー。まそう。AKB の衣装、陳列の中で脇、ギャっていうのは、それないです、ないです。ないよね。ない。人としての確率としてないことはないです。もしそうだったらもう全部下請けしてくれるからクッキー下請けします。下請け、大いに買い取りますから買い取り専門やだ、A、やですアイドル衣装ガーバキ買い取り専門ってやってます。いやめっちゃ前田敦子さんとかの時代からのすっごい来てますからね。ああそうか、そうか、今前田敦子さんの方がやばいって言うみたいな。違う時代ね、時代ね、時代、そう、昔からあるんだもんな。そうだってもうその衣装に前田敦子とか大島優子とか書いてある。すんごい、本当に一番初めに着た衣装がまだ残って、はい、それが受け継がれてきてるので。書いてあるの？そう、書いてあります。なんか刺繍とかしてある？そう、必ず書かれるんですよ。え、その次の代、前田敦子も抜けてあるやん、うんうん、ほら次の代の人の名前も入っていくの？いや入りません。もう前田敦子さんの名前のみが、うん、のみだから、まあその後輩の時はやっぱ嬉しいんですよ。あ、前田さんの着れたっていう。でもさ、それほんまに血迷ってさ、うん、パッて取ってメルカリ売ったらエグいでしょうね。まあマジで。どういうこと？マジで。いないから。8、2でどう？え、どっちが8ですか？マジどういうこと？いや、それ売んねんから俺やろ。あと、足ついて捕まんの俺やねんから。ダメ。それは8、俺やろ。ダメですよ、意味わかんない。意味わかんない、確かにね。でも、そう、一本が太いわけですね、だからね。一本太い。一本がね。なんで掘り下げるんですか？いや、そうそう。わかんないでしょ、それでも。一も太いか、その、もう幅が狭いか。もう幅が確定はできないけど、見る限りでは一目が太いだろう。 100% でその話しますよね、うん、前田敦子さんだったら 100% で若干乗っていくんですよ。一本の神みたいな。言われてないですから、ね、強い神で。そうですけど、もうそんなイメージないっていうか、ここでしか言われてない。今そんなイメージないっていうかね、昔はありましたけどね。ちょっと若女子のゆいちゃんからしたらさ、どういうこのおじさんたちはどういうファッションをしたらこう、うん、かっこいいおじさんって思えんの？でもアメカジ、うん、とかはおしゃれだなと思いますけど、私が好きなのはシンプルが好きですね、やっぱ。ああ、シンプルな。 T シャツジーパンとか普通に全然で、どっかにポイントでブランドみたいな。あ、ブランドね。え、じゃあ僕なんか今日どう？いや確かにすごくシンプルよ、今日シャツでね。立ってちょっとこのなんていうんですか、ミリタリーシャツみたいな感じの。そうそうそう、ちょっとね、あのチェックのね、チェックの、うん、ストライプの入った。年相でいいです。年相でいいわ。これ褒め言葉。あとブランドも一発入れてる。何を入れてるの？ベネットのコンドームしてます。うわー、ご苦労さんでございます。お前今久しぶりに聞いた。久しぶりに聞いた。俺らが厨房の時代ですよね。久しぶりに聞いた。ベネットのベネットのコンドームありましたよね、当時ね。懐かしいわ。ゆいちゃんも来たんで、ゆいちゃん見に来てました。ありました、ありました。家にありました。使いもせんのに。どうやダメだお前。まあ、使うことはないじゃないかお前。無理やり無理やり無理やりすぎますよ、その喧嘩は。ベネットン見れたらもう。でも可愛いジーパンですね。あ、ほんま？これも昔から入ってる。いやでも僕あの服屋の働いてるんですよ、恵比寿で。でもあのその人が芸人で一番おしゃれなのはクッキーって言ってました。マジで？います。 100% だから、その言う専門の人が。マジで？はい、言ってました。うわ、嬉しい。すごい。めちゃめちゃ嬉しいやんけ。言ってました。ほんまか。はい、ほんまに言ってました。やばいやつやろ、それで。やばいやつやろ。いや、ちゃんと感覚麻痺しとるやろ。いや、もう縫製とかちゃんと工場ちゃんとやってる人。あの、お店さんの人。そうです、そうです、そうです。あの、元サッカー。あ、そっか、サッカー。いや、違います。あれ、違ったっけ？キックボクサーとか。あ、キックボクサーや。はい、キックボクサーの。よくあの見させてもらってます。あ、すいません、どうもです。ありがとうございます。いやいや、もう行き過ぎたやつやろ、それも。行き過ぎたやつ。完璧な人ですよ。全部こだわってんねんな。昔のヴィンテージを自分でこうでいて、あの、バラバラにして。
記事のなんか圧も、圧も全部一緒にして。芸人知らんねん。え、ですか？え、クッキーと、あの、赤信号の渡辺リーダーたちが。なんでお前俺がリーダーやお前。俺村里で目の前に書いてなんてなかったやろ、お前。何で二択なんすか？どういうことだよ。二択だったらクッキーが行くよ。すごい。でもあのローハーとかのあのファッションなんていうかさランキングって言ったらほんま俺下の方行きますからね。アメリカ人ほんま人気ない女の子に。いやそうなんだ。そうやな。あのヴィンテージもんって男子しかときめかんねん。そうなんですよ。女子からしたらただの汚いもんに見えんねん。そうそうそう。やっぱ中古やってなんだ。汚いなって、不潔やなみたいな。そうですよね。じゃあごめんごめん、アメカジってどんなやつだね。アメカジ、アメリカです。アメリカのカジュアルな、あの言った寝るシャツとかあるじゃないですか。はいはいはい。ほんまジーパンとか、そうそう、オーバーオールとかチノパンとか、オーバーオールな。アメリカのファッション、アメリカ人の人らがやってたようなファッション。だから広いさ、ボーリングシャツもそうです。あ、そうそうそう。俺アメカジやな、じゃな。でもアメカジってアメカジっすよ。めちゃめちゃ。テキサスボール。あ、確かに。めちゃ一番アメカジしたかもしれないですね。めっちゃテキサス。なんかアメリカの中心地みたいな。テキサス。テキサス。たまにあのフレアのジーパンも履きますもんね。履かない、履かない。めちゃめちゃアメカジや。でも俺この間、俺今さ、もう、はい、このタイトなジーパンで行ってるけど、うん、昔そのそ、ね、ベルボトム履いてて、ベルボトム履いてましたよね。だからその時俺流行ってたやん、そのかあのそれがね、はい、ベルボトム、それに合うような、はい、あのスパイダーっていうね、うん、あのかブーツ買ったんよ。もうね、1年後にできるって言って、1年後にできた時はもう俺全然俺好きじゃなくなってっちゃって、あるあるある、あそれはね、そう。で今もう全然履いてなくて置いてあんね、スパイダー。スパイダーっていうなんかこう刺繍が貼ってる。雲の一つの。ああ、はい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 。ありますね。でもあれ、靴もあるでしょ、あの、何やったっけ、あの、ウエスタンブーツでしょ、ウエスタンブーツ。ああ、のスパイダー柄っていう。ああ、でもかっこいいですけどね。もう、でも今あんま履きたないのよね、今ね。え、南川にあげたらどうですか、奥田さん。なんであげないの、バカで履いたのに。あ、まあ履かなかったらね。23.。いや、なんでそんなちっちゃいの、サザエさんか。お前。23.5 ちゃうねん、 27.5 あんねん俺。サザエさんそんなちっちゃいんですか。なんでそんなちっちゃいやん、見た目見た目みたいな、こんなもん。あ、そういうこと、足の大きさ、見た目見た目ね。正面からでもこうやねん、まっすぐやね、正面からでもこうやって、そうなってるから、ちっちゃいやろ、どう見ても。あ、そっか、確かに。そうそうでしょ。 27.5 って意外としてはでかいですね、足でかいよ。確かに。そうだから9.5ぐらい、9.5。いや、それ寝かしとくのもったいないですよね、やっぱり履いとかないと。そう、何年前に買ったんですか。だから2年ぐらい前。あ、2年か。いや、3年かな、3年ぐらい前に注文して、1年後にできた。なんかちゃんといいとこで、ええとこで。ああ、置いとったら、まあ確かに置いてるけどね。ちなみにそれおいくらぐらいしたんですか。いや、もう10万ぐらいしました。じゃあ結構しっかりとしたやつですね。だから海外で4足しか作らないからっつって、4足のうち1足になりませんかって言われて。ああ、そうですか。そうそうそう。ああ、そういうことね。うん。ああ。海外にちゃんと発注してんねや。そうそうそう。それはかかりますよね、かかった、めっちゃ。うん。それくださいよ。なんであげなあかんねん。え？いや、別に。履かなかったらね。なんで履かないんでしたっけ。いや、だから今ちょっとバッシュの方が今。自分の中でちょっと流行りじゃなくなった。そうそう。欲しいな、マジで。ほんと？ 2 足ある、2つセットでちゃんとあるんでしょ？セット？両足ってこと？両足分。両足セットあるよ。うん。ちょうど子供がまだ学校、新学期で始まって、あの、お弁当いるから、そこに来てるから。え、お弁当にすんの？そう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 。え、履くんじゃなくて？うん、履かない履かない。なんか、別に俺、一回も履いてないけど、なんか革の匂い、くっさいよ。革の匂いが。革のね。おう。すごい。米と合わへんけどな。米と合わないですか、レザーは。レザーはね。でも牛革やったら、ああ、牛丼みたいな感じで。うん、牛革、牛丼って誰で作るんですか。牛丼？みりん効かすね。黙れて。みりん効かすのイラつく。効かすなよ。効かすな、こんなもんが。みりん効かしたいですよ。なんでこんなもんがみりんを効かすことないんだよ、お前。みりん大好き。ちゃんと作りたいですもんね。家族のためにちゃんと作りたいですよ。何をちょっと甘みと照り出そうとして。ええやないか、お前。美味しく食べたいすなて。美味しく食べたいって言うの。美味しく食べたいやないか。俺もできよ、砂糖は。砂糖じゃなくて、深みは増すね。科学の、科学で白くした砂糖作っとけ。なんでやねん、ケミストリーが。ケミストリー。何やねん、ケミカルってことですか。すごい。ああ、そうですね。なるほどね。ゆいちゃんなんかでも、その若者やからさ、ファッションにもうビュンビュンやろ。だってもう常にビュンやろ。まあそうですね、好きですけど、でも
流行り今なんだろう。女子に俺がほんまに聞きたい、その、うん、若女子にプレゼントするのって何がええの。そうですよね。そうやね、はい、若女子に、うん、なんかこれちょっ と, とあのちょっとなんかあの伊勢丹一体ええのあったからちょっとこうてきたわみたいなさ、うわそんなんって何がええの。伊勢丹財布とかちょっと辛いやん、自分の好みあるやん財布なんて多分。あそうですね、そうそう ね私はワンポイント T シャツとか好きですよ。あ T シャツな、ワンポイント何でもいいの。どういうこと、その T シャツの生地をちっちゃく切ってパチって貼るとか、そういうこと。なんで乳首に貼るね。違う、どういう意味。いや、近くそういう意味。ワン肩にちょっと貼り付けるとか、そういうこと。 T シャツなんでそれ貼る、貼って着てるになるの。なんでお前丸出せる。ワンポイントやからちょっとだけ T シャツ。違う違う、これで、これで上着着てるってなんないのよ。ならないのすぐおっぱいになるからな。そうなのよ、それで。どういう意味ワンポイント。ワンポイントはワンポイント。ガラガラ。そう、ガラ、ガラのワンポイント。なんかこうね、パラソルの絵、まあね、パラソル、いやそれパラソルあれやんか、あのアーノルドパーマやんか、懐かしい懐かしい、そういうことです、そういうことです。ワニとかラコステ、ワニとかラコステね。あとパイポ、トロイもあったね、パイポ。あ、ありましたね。トロイ、トロイ、トロイ、パイポちゃいましたっけ。パイポ、あ、パイポな。そうそう、パイポ、パイポ、パイポ。そんなこんなでございますけれどもですね、ちょっと今日早めにオープニングトークがあります。ちょっとこの後お楽しみください。よきところで、じゃあ一曲聴いていただきましょう。ゆいちゃんお願いします。はい、それでは聞いてください。 AKB48 でティーチャーティーチャー。 AKB48 小栗ゆいです。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。お便りのコーナーでございます。ここから参加するのはこの方々です。令和ロマンの松井けむりです。高平くんまです。お願いします。よろしくお願いします。今日は2人に参加していただいて意味がございまして、何ですか急に改まって珍しい。先週おいて話がある。若ちが卒業しました。ほんまや。悲しい悲しい卒業でございましたけれども、新規一点、今週から新メンバーが加入することになりました。増えないと思ってました。増えるんです。増えるらしい。確か毎回増えるという。マジですか。セオリーでやってます。増えるセオリー。永久欠番でいくと思っていました。そんなことないです。間違いなく増えるんで。ではこの方です、どうぞ。はじめまして、みさきなこです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なこー、早いな。めっちゃ界隈くんでちょっとあのお菓子を持ってきたんですけど。おー、ええやん。あら、おいしいやん。俺みんなで食えてよ、箱菓子ってこと。すいません、全部食べながら。すいません、これ避難者でしょ。避難者ですよ。ちょっと蒸してみて。いやいやいや、すいません。アメリカの子供のプレゼントじゃないよ。クリスマスの子供のプレゼント。喜ぶようなだけで好きなようにしていただいて。ありがとうございます。これからよろしくお願いします。ということでね、今週から始まりまして、新メンバーになった美咲奈子ちゃんのプロフィールございます。ちょっと皆さんお手元あると思うんで見てください。深掘りやで、深掘り。もうあんまりザラザラさせなよ。そこにあるやん。そんな書類、そこにあるやん。ありました。一番上にあるから。ありました。本当だ。すいません。所属事務所がホーリーピーク。ホーリーピーク。何これ。声優事務所でいいんですかね。はい、そうです。声優という形でいいんですかね。そうですね、声優です。声優でいいんですよね。声優枠なのかね、ここはね。そう、確かに。前回ユーマ君からずっとそうですもんね。そうなんです。ほんまや。そうなんですね。あ、そうか、ほんまや。そうなんですよ。確かに。ラブライブスーパースターでも出てると。はい。何これ、ラブライブ。ラブライブ人気ですよね。人気。ありがたいことに。何、エロいやつ。エロいやつでしょ。エロいやつです。可愛い。ラブラブ。エロいやつで。ちなみに書くわけないでしょ。ラブラブでこっそり書く。ラブラブのラブのことエロいと思ってるのやばいです。東京ラブストーリーどう思った。エロいやんか。エロドラマあんな時間にやってる思った。エロいやんか。カーハンチ何しようって言ったの。バカお前じゃ。中学生なんだ。初めてぜ。上手くねえでしょうか。なんで南川様ずっとセックスしてるんですよ。言わないで。新入生が怖えでしょう。そうかそうか、申し訳ない申し訳ない。でアプリの信長の野望の波動。波動、これも出てるんですよね。はい、そうです。え、武将の声してたの。あ、全然武将じゃなくてですね。女性でしょ。信長とかのわけね。なんかグッズが買えるところの看板娘みたいなことで。ああ、なるほど。じゃあ結構大事な。でも名前波動って名前の。波動が名前じゃないです。アプリの名前は波動なんですけど。あ、そういうことね。波動役じゃないです。いや、波動役で出たんだよ。すげえ怖いから。全然
サブタイトルみたいな耳そぎガン希望みたいなそんな武装いなかったっけ皿の刑事出てきようみたいないるか耳そぎできるガン希望だった波動シリーズなんですよシリーズ波動なんです、はい、波動っていうシリーズね、うん、シリーズあ、ミトリアの吉野っていう役やってねそう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 ですねそして、なんと歌も出されているわあやっぱ声優さんすごいな、はい、ね、すごいこれはどっちがこう比重というか、うんうん、もう本職が声優であって、まあ、あくまでこう歌手は別物なんですか、うん、何でしょう、どういう、うん、そうですね、うん、メインは声優なんですけれども、うん、去年から声優アーティストとしてこうソロでお仕事をさせていただいております、うん、会社から言われはんの、あんまり踊れは声優で踊れ踊れはそんな西の事務所ないですよ西の声優事務所なんかないでしょあるよ全部東京西に声優事務所なんかないですよあるよお前やめんな大阪あるわけないでしょジャリンコ知恵なんかそうやろ全部大阪政策なつくる全部吉本の芸人やつだけど大阪確かに大阪の人はね大阪の人とかみんなやってる大阪の人はやったら鉄の役でも大阪で作ってないですよNHK だけそういうことでございますね新しく新しいジャンルにも今挑戦してるってことですかな、うん、そうでしょうね出産挑戦中です、ね、そして出身がなんと兵庫県ですから関西ね節々でね関西弁がそう、ジャンブランドすいません、うんはい、ねいや全然いいんですけどもちろんね、そして趣味がですねお菓子作りですすごいあのラーメンの食べ歩き切り絵とか言います、うんはい、これは切り絵庄司師匠以来の村上庄司師匠もやってるって師匠以来あれ趣味じゃないから別に切り絵筆筆筆筆墨絵もやってる庄司師匠絵やるから墨で縦描いたりしてるあいいですね庄司師匠の話はいいですよ全然行くとそうなっちゃいますからいい趣味ですよ切り絵はこれ何歳ぐらいからやられてるんですか何歳っていうか切り絵はでも高校生ぐらいの時からあのカッター使ってやるハサミじゃなくてガチなやつそうです細かい作業が好きなんでなるほどじゃあこうなんていうこう一筆書きみたいな感じでやりますよあれができないんですよあれなんかハサミでもめちゃめちゃ高速でやるじゃないですかあんなじゃなくてもただ何時間もかけてなるほどゆっくりかまちまちまやるの切ったやつで本当になんか貼り付けて絵にするっていうあ、もう線自体は全部つながっててパーツを切り抜いていくみたいなで一枚こう一枚でペラって出来上がりですそうですよね後ろだけあ黒の板貼ってこうみたいなそうなのよすごいじゃあその切り絵、ね、模様とかはどういうのが多いんですかその切り絵のでも、うん、オリジナリティが私ほんまになくて、うん、なんか自分で作るのが苦手なんで好きなアニメのワンシーンを切り取ったりとか、うん、なんかのジャケットをこう自分で切り抜いてみたりとかっていうのをやってます、うん、好きなアニメのどんなんか作らはんまあまああれ好きなアニメですかやるっきゃないですやるっきゃやるっきゃ古いなぁちょっとバイラン先生とかほとんど分かったから大クリームレモン全部エロいやつやエロいやつなんだ今の全部エロいやつなんだそうなんや徐々に上げていこうよほんまにもうヤガトこっちかと思われちゃうクッキーさんにここまでの正論を言わせるそうですよ凄まじく正しいこと言ってくれ俺ツッコミもあるって天竺の川原以来やからちゃんとツッコミもあるんですよ川原さんもすごくかわいいねちょっと切り絵見してほしい確かに写メ撮ってんのあ、撮ってますスマホ携帯撮ってこいや言い方怖い走れやマネージャーがちょっと顔引きつけますどつきますよ走れほらほら没収されんのか宣伝も宣伝マジちぎんの初めは帰ってこないお前初めはすげんだよ飛んだらどうすんの初日でバックレる可能性帰ってこない恐れあるねスマホ取りに行きますって言ったのせいがあんだからやめてください追い打ちかけんなよ頑張ってるやん鼻けろで聞いたことないねすごいよ。なんぞ悪いことみたいな。なんで美容ね。美容ってよく言うからな。美容が好きなんです。美容が好きなんですってよく言うから。美容ね。いい合図じゃないですよ。めっちゃ怖いんで。いい合図じゃない。単発やの言葉が。美容ね。美容でしょ。私最近特技見つけたんですよ。え？教えて。口を笑ったまま喋れます。
ああ、いいじゃないですか。口角を上げたまま喋るっていう。はい、クッキーさん、こんにちは。あ、こんにちは。小栗ゆいです。すごい特技ですね。なんで中継だよ。おばあちゃんに喋ってるんだよ。すごいですね。お年寄りじゃないんですよ。デイサービス感がすごい。みんなできるデイサービス感。いや、できない、できない。できない、できない。なかなかこのまま喋る方なんてできないですよね。あれできる。ちょっとできてる。ちょっとできてる。できたかい。それ、え、できてないですよ。できてないですよ。あ、できちゃった。あ、できちゃった。え、どうしよう。地獄の時間です。どうしたらいい。切り絵が見つからないからですよ。はい、これで。全然全然全然。ゆっくり見つけてくださいね。このフォルダーみたいな作ってはれんの。作ってないです。インスタとか載せてないんですね。確かに。インスタとか。いや、私 SNS めちゃくちゃ苦手で、インスタとか更新してなさすぎて、いらんこと書いてあったら、いや政治的でもそう、そういうタイプだから、お前政治じゃないだろ、お前なさいなさい、トランプってばとか書いてあったら、てばって書いてあったらアメリカのこと言いますね、そっちの自民党で珍しいですね、珍しい、デカメの普通日本のこと言いますね、アメリカの政治に切れてるよ、そういう子さんいないですよ、あんまいないですけどね、しぶすぎるな、アメリカの政治に切れるのいいな、なんで今日終わってましたか、パーツ切り取ったの、え、すごっ顔とかなるんですけど、マジでこれ全部カリキリ、あ、そうです、あのこれがアニメのロゴを切り、すげえ、それやったの、完全にこう再現、なんかスカートのフリルとか、すごい、あ、じゃあこれガチや、めっちゃすごいやん、めっちゃすごいやん、全部これがつながって一個でもちぎれたらもうくしゃくしゃにして、すごい、天才の手段、もし俺死んだらさ、その切り絵、俺の背中の皮膚で作ってくれへん、皮膚切り、皮膚切り臭いね、一回見せて臭いから、知らんでしょ、俺の皮膚匂ったことあるんやろが、お前の腰の皮膚臭いね、なんで臭いでわかんねん、匂ったことあるんやろが、匂ったわかんねん、じわじわ、じわじわ、なんでわかんねん、匂ったことあるんやろが、じわじわ来んねん、お前なんやお前、なに殺すぞ、そこまで喧嘩してるわけじゃないじゃないですか、その手前でお笑いで終わり、腰が臭い、違う違う、腰が臭いかと思う、殺すぞね、やめてください、大きい声出すの、申し訳ない、ごめんなさい、新メンバーですよ、何なんですか、なんかその舐められたくねえ、わかんない、何なんですか、必要以上に、わかんない、必要以上に、海賊とかもあるんですか、とは思われたい、小学生も男子より複雑なんですよ、何その精神構造が、何そのということでございまして、まあ今プロフィール見ていきましたけれども、逆にね、なこちゃんから見た、なこちゃんって言っていいの、美咲なこさんから僕らに関するアンケートがあるのでちょっと見てみましょう、それもあるんですよ、逆にこう書いてくれたんですよ、この参加するにあたって丁寧に書いてくれております、めっちゃ丁寧ね、まずは勉強ができる人の字のうまさだ、あ、すごいすごい、勉強得意な人の字のうまさだ、なんかほんまや、めっちゃ綺麗やん、字ほんまや、ほんとだ、東大生のノートみたい、すごいな、全然丸文字もなく、頭、マジで頭いい、ほんまにアホなんですよ、大学は大学行ってないですね、専門学校行ってない、めちゃくちゃ笑うんか、笑い袋みたいな笑い袋、お前もそうやないか、違う、お前もそうやないか、仲間道で嬉しい、あんたもそうでしょうか、ご機嫌なんで、まずクッキーさんのイメージ、クッキーさんのイメージはですね、カラフルな世界観をお持ちの方だなと思っております、先日見たテレビ番組での優しい絵がとても印象に残っており、頭の中を一番覗いてみたいですと、ちょっともう才能をちょっと感じるって感じですかね、いつでも覗いてください、そんな簡単にいけるもんなんですか、あのこの頭割るとかじゃなくて、この目のこの目の奥をこう、ここをグッと開いたら見れます、やめてください、リアルに手術の方法、リアルに手術、ガチの方法、人もつかない、残らない、目のお前のさ、目のこうグッてやったら臭いね、脳が臭い、匂ったことないでしょ、脳臭いね、お前、俺の脳匂ったことないやろ、わかんねえ、匂かかんねえ、匂ったこともないの、匂うな、臭いね、お前はよ、殺すなよ、だから何の同じことやるんですか、喧嘩して仲間もできないですよ、喧嘩して殺して言うわけない、オチが
冷たいのかけた。オチがどうかつって何なんすか。今度二人でセカンド出よう。出るな、めちゃくちゃにする気だな。全部言ってるんですよ。全部言ってる。はい、ということで師匠ですね、ハリウッドザコシショウのイメージ、初めてお笑い番組で見た時、うん、ネタ言葉の勢いがあまり内容が理解できず、うん、私は時代遅れなのかと笑いまでたどり着けない自分にしばらく落ち込んでいました。丁寧にギスってくる。受けませんでした。私には受けまはまりませんでした。なんか何を言ってるんだろうって聞き取ろうとしてしまって、あとあとこれは多分理解しない方が正解なんだろうなっていうのが気がついたので、今ではもう見るたびに笑わせていただいてます。あ、雰囲気でね、まあ、雰囲気でも笑っていただければ、私ありがたいです。まあでもね、ザコシショウの芸はね、ほんまわけわからんからね。お前が言うなよ。お前くっさい芸やってるからな。何がくっさい芸やねん。くっさいでしょうか、芸が。お前がくっさい。芸がくさいでしょ。お前耳くさいね。どうなるか。俺の耳臭いわけないでしょ。耳臭いね、耳臭いよ。いや、匂ったことないでしょ。だれ、ネチョネチョで、お前臭いね、お前よ。戻っちゃった。あ、やばい、やばい、やばい、これ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 なんで自分が攻撃したのに最後食らっちゃうんですか。諦めないで、二人で俺のこと殺してた。殺さないでください。殺すって言うな。仲良くやりましょう。喧嘩やめてください。エピソードの話をしてんすよ、皆さんの。そうですよね。そうですよね。はい、そして、そしてですね、私、優しい笑顔で、とんでもない毒を吐く方なのかなと思っていました。完全に偏見です。メガネや髪型の少し違うお写真を見るたびに、すべて別人だと思っていました。あー、なるほどね。スキンヘッドじゃない写真全部ありますからね。そう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 。どんな顔を持ってるって感じやね、じゃあ。そうですね。そういうことですよね。同一人物って分からなくて、メガネもこう種類が違ったり、フレームが太かったりすると、あれこれはこの前番組で見た、あ、でも違うかって言って、なんか5人ぐらいいる、同じような顔の人がいるんだなって思ってました。僕は全部一人やったっていう。それあれでしょ、あの、爬虫類でしょ、ね。爬虫類見たんでしょ、それ。爬虫類。なんで爬虫類なんですか、爬虫類。爬虫類じゃないでしょ、最初。爬虫類よくないでしょ。ないでしょ、俺。今も臭い、今も。誰が臭いよ、これ。殺すぞ、俺が臭い。何でだ、何でだ。すぎる。本当に誰も聞きたくない。先輩に。いや、嫌だな。俺も言いたくなかった。ずっと喧嘩してる。俺も言いたくない。ずっと喧嘩してる。言わなあかんのかな。三崎奈子さんのさ、ファンがさ、楽しみにこの第1回放送さ、ラジコプレミアムとかに入って、東京の人もね。再生したらどう思うんですか。東京の人がラジコに課金して、台無し。これ聞いたらどう思う。マジで三崎さん、一つも笑ってなかった。怖いですよ、それは。正しいです。では、続いてゆいちゃん。はい、ありがとうございます。ゆいちゃんは自然と目で追ってしまうくらい魅力的な方、可愛らしさだけではなく自分の見せ方を熟知されているんだろうなと思っております。余裕のある踊り方が好きです。なんか見てくださったんです。ダンス動画とかを結構いっぱい見させていただいてて、番組のものとか、なんか気づいたら一番目で追ってたのがゆいさんだったので、優しい。嘘でも嬉しい。めっちゃほんまです。嬉しい、幸せですね。バチバチですね。違う、褒められた。ちょっと書き方取り合いがあるよね。そうそうやな。自分の見せ方を熟知してるとか、全員に対するなんか嘘嘘、独特の文章含みがある。いたずらに思おうと思えば思えちゃう書き方を自然にするタイプの。私嬉しいけど、この枠内に収めるのがめちゃくちゃ難しくて、産業的に。だからもうはこう言葉で本番出せたらいいかなと思って。ゆいちゃんのさ、この熟知されてるんだろうな、てんてんてんってあるやん。ここがちょっともう笑ってるとこや。笑てんねや。自分の見せ方を熟知されてるんだろうな。と思っておりますみたいな。そうですよ。ね、ちょっと自己プロデュースがエグいと思うんですよね。嘘嘘。私すごいめっちゃポジティブに受け取っちゃってますよ。あ、嬉しい。嬉しい。じゃあ何の問題もないわ。そうですね。嬉しい。じゃあ何の問題もなかった。ありがたいな。そして続きまして、令和ロマン。
はいはいはい、我々、はいはい、M1 グランプリで初めて拝見しました。クルマさんのフランクな第一声から、うん、あ、いいなと感じていました。けむりさんのようなおひげの方を街で見かけると、うん、あの人も独立しているんだなと思えるようになり、うん、人間観察がさらに楽しくなりました。嬉しい。第一印象は、うん、車さんが詐欺師、けむりさんは八百屋の息子です。おい俺のこと詐欺師ってのはノリオ師匠だけだから。やめろお前。じゃあノリオ師匠だけ。俺ラジオでペテン師って言われてたな。吉本が騙されてるって。ラジオでペテン師。確かに言ってた言ってた。ノリオ師匠と同じ感性ですよ。まずいですよ、年齢考えたら。ノリオ師匠と一緒は。八百屋の息子は豚ゴリラ確定だから。豚ゴリラ似てるから。豚ゴリラ確定だけだから。いや、豚ゴリラっていう悪口をこういう風に書いてるんやで、これ。そうそう、すごいな。なかなかやで、これ。そう思ったらほんまやな。車のこと詐欺師言って、うん、豚ゴリラっつって、うん、悪口言って、もう、いや、乗りようやん。乗りよう。乗りよう、乗りよう女型人間で。乗りよう女型人間。女型乗りようじゃないですか。めちゃめちゃ革命かよ。アンケート書かんかったよかった。こんな書いてあるんですよ。ひどいですよね。こんなに。番組にも毒づいきだした。でも、人間観察がさらに楽しくなりましたって、それ、普段からしてんすか、人間観察を。こう街行く人たちの、うん、見てるのが結構好きで、あの二人、あの人はなんでここで待ち合わせしてるんだろうとか、そういうのを見てる中でこうおひげがつながってる方を見ると、うん、たくさん結構独立されてる方がいるんだなと思って、うん、ネタでね、ネタでね、そうですか、はい、クワマンさん見たんですか、クワマンさん。おひげなんだか、おひげの子クワマンさんだけじゃないですよ。クワマンだけじゃないですよ。メジャーの時の上原、メジャーの上原、メジャーの上原、もみあげがめちゃくちゃ上原、確かに、もみあげがメイン。そういうことね、ネタの中であるってことね、独立してる。そうですね、そういうことでございます。それぞれね、ありがとうございます。まあなかなかね、こうやってしっかり書いていただいてありがたいですけれども、さあ、そしてあなたの長所と短所は何ですかという項目がありまして、まず長所、根気があり負けず嫌い、芯が強いと。これはなかなか自分で言えるってことは相当いいですよね。これはそうやのにね。切り絵も確かに根気必要ですもんね。あれは確かに、確かに。これどうなんですか、なんかこの負けず嫌いだなというか、こだわりは強いんですか、なんかちょっとこう譲れないところはあるんですか、うん、こだわりは自分が意識してないところで結構強いねって言われることが多くて、これ無意識やからこそ自分で一番よく分かってないんですけど、まあ、よそから言われるってこと、ね、あ、そうですそうです。ちょっと頑固やねみたいなこと言われるってこと、お母さんにはめちゃくちゃ言われますね。結構こう何こう私はもうこうだって決めたら結構 やり通しちゃうタイプ、うん、だと思います。ユニチョキ、ボディでは倒れないタイプでしょ。ボディとかローキックでは倒れないタイプで、そういう強い強い、タケルタイプや、ね、タケルタイプ、そういうことです、ね、頭なぐんないなかなか、うん、そうそう、やってみたらキックボクシング。それだけのスポーツじゃないんだ。気合だけのスポーツじゃないんで、キックボクシングやるやれへんの話だ。シルバーウルフ知り合いじゃないの。違います、マサトさんとこ、マサトさんとこね、マサトさんとこ、わかんない、シルバーウルフ入った、シルバーウルフ、ジムな、ジム、まさまさとさん育ててるのがすごいよ。すごい。キラービーとかちょっと厳しいやもんな。なんか本当のトーンで言うんですよね。そう、わかんない。ガチのトーンです。キッドさん、キッドさんとこれ、初めましてなんで、どこまでがほんまかわからない。いや、俺めちゃめちゃほんまに喋ってる。無視していいよ。無視していいよ。やばいです。なんかじゃ無視していいよ。ジムの紹介しだしたらもう意味がわからない。短所。短所。裏を返せば融通が利かないということですね。なるほどね。これが自分では全く思い浮かばず、 LINE で母に聞きました、すいません。いや、とんでもない。これお母さんが言ったってことで、じゃあお母さんが言ってくれましたね。融通聞かない、ほんまに、とりあえずこれがいいあれがいいとかって決めたら、もうそれ以外はもう受け付けないというか、でもちっちゃい頃の話なんで、割と今は全然柔軟な方やとは思ってます、自分では。え、晩ご飯これって決めたら絶対それ食べるみたいなことを、でも好き嫌いとかもずっとこれは嫌い、これはずっと好きみたいな、そういうのがはっきりしてました、うん、昔の方は。いや、もうだからラジオで一回嫌われたらもう終わりよ。終わりですよ。確かに、うん、もう嫌われてる可能性全然ありますし、うん、もう私嫌われてますよ多分。確かに、めっちゃ嫌われてるでしょ、うん、そんなことない。いやいや、もう全員一緒、何でも来てん、全員ね、誰かが来たことなくて全員一緒、全員一緒、全員が良くない。ゆいちゃんも別に嫌われてるかもしれない。でも、会社一味では全然ゆいちゃんも嫌われてる。すごい精神でラジオやってる。
全員嫌いやろに一人だけポンって言われて。違うんすよ。めちゃくちゃ好きです。違うよね。まだ分かんない。さあ、そして今後番組でやってみたいことがあれば教えてくださいという項目に関して、若井さんのように声優として声を生かせるようなことをやりたいです。確かに。あとは私自身、人に強く言ったり怒ることがあまりない、苦手なので強くものを言えるように叱れるようになりたいです。でも一番は皆さんと会話できるようになりたいですと。嬉しいこと言ってる。今までが一番苦手な流れだったじゃないですか。そうです、そうです。人に強くものを言うだけの時間でしたから。それだけ言うだけの時間。だけの時間だけ。そうそう。それで確かにできるようになった方がいい。やりたい、ああいう感じってことですか。それこそ誰かが嫌いとか苦手とか、あんまりそういう風になったことがなくて。あ、そう。そうなんですよ。だから人に怒る前にそのエネルギー消費するの嫌やなってなって、こう別の角度から見ちゃう、いい方に持っていこうとするので。怒ったりも全くなくて、この人苦手やからちょっともう喋らんとこみたいなことはあんまないと。あ、全然ない。じゃあもうあのね、あのルート30さんのどうぞ紹介してやるとあいいです紹介するどういうことなんだ、うん、紹介してどうなるどうなるんですか。50近くでやっと中面の免許取りました。絶対紹介させないですよ。ドードさんなんて絶対紹介させないです。私が焼き鳥屋のバイトで店長まで昇進しました。それはすごいよ。店長まで行くのは珍しい。あともうあの何人で食うたらなくなんねんっていうぐらいでっかい寸胴で、はい、あのおでん作ってます。ええことやないですか。全く悪いとこなかったです。今のずっということです。悪いとこは。ジラヤのあのもつ鍋の寸胴みたいなでっかいの。でっかいの。自宅でやで。自宅でやで。自宅なぜなんだ。嫁はんと二人で。嫁はんと二人で。狭い寸胴でおでん。知らないですから。こんなんもう。腕パンパンになるよ、まだ。魔女のね。魔女の。なんでそれをナコちゃんに紹介したいんですか。絶対紹介したいんだよ。すごい強く言えたいですね。それはまあ、育つと、そんな新メンバーなこちゃんとよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。さあメール来てます、はい、メール行かせてください、兵庫県、鬼坂みかんさんですね、あっぱれカメラの皆さんこんばんは。こんばんは。あっぱれでたびたび話題に上がる天下一品ですが、うん、歌手の菅がしかおさんも天一が大好きなようで、生放送の歌番組やアルバムのリリース前など精神的にプレッシャーを感じるときには自然と足が天一に向かってしまうのだそうです、そこで質問でございますが、皆さんには大事な仕事の前に食べている勝負飯ありますかと。勝負飯、菅さんはそうでしょ、菅しかおさんはよくね、あの生放送の元番組の前とか、でもさ、なんか腹いっぱいになって眠たくなるんだよね。そうなんですよね。あれ眠たくなるの困りますよね。あれ頭は動かなくなる。大事な俺仕事の前は絶対何も食べないですよ。お弁当ですよね。ドキュメンタルもお弁当食べないよ。俺ギリまで食ってますよ逆に。お前さすげえ。すごい。俺も一緒です。食べる？お腹空いてる時に何もできなくないですか？うん。お腹空いたら最悪だからっていう。そう。なるべくマックスにしてから行きたいんですよ。あとそれこそ糖分を脳みそに回したいし。そうそう。なんか逆に。うん。もうボケーっとしたんですよね食べたらもう、あそうなっちゃう。俺そっちや。眠たくなっちゃいます。眠たくなるよな、あんま食べないよ。あーかわいい。いや嘘すんな。本当ですよ。あんま食べてない人間そんな豚みたいな体だった。はっきり豚って言うね。3食食うやろ。1食だよ。それは大きい1食だよ。9食だろ。3食だよ。3食だよ。大きい1食だよ。9食だよ。サザンクロスで何新宿にいるんです。3×3でさ、サザンクロス、そういうこと。サザンクロス、サザンクロス、サザンクロスで9いいだろ、3で食うねやな。意味は給食よ、それは。なんでなこちゃんの前でこんないじられてんじゃねえんですか。初対面の人の前で。なこちゃんって言うと、なこちゃんって言うと、なこ人間様って言う。俺が豚だからじゃないよ。飼育員優しくしろ。遠くから豚が。師匠が一番やばいって言ってたじゃん。一番やばいの悪口だから。豚が。言葉汚すぎる。言葉強すぎる。どうしたんですか。様子がおかしいな。なこさんどうですか。こう仕事前にこう勝負飯。
仕事前は緊張したら基本的に何も食べれへんくなるタイプなんですけど、なるべくこう油分のあるものは入れるようにしてます。油分、なんでだっけ、唐揚げ弁当があったら食べれなくても唐揚げ1個は食べようとか、それ喉のために、あ、そうです、喉もそうですし、なんかそうした方がなんか元気出る気がして、へぇ、それは元気出る、確かに確かに、いいよね、炭水化物じゃなかったらいいんですよね多分ね、そうそうそう、タンパク質だからね、それも知らない、それはいける、どうですか、ゆいちゃん。私は特別な時はうなぎが好きなので、うなぎを食べますけど、でも本当に毎回やってるのはキレートレモンのむくみ取りを必ず飲んでます。はいはいはい。むくみ取れんの、あれ？むくみ取れる。え、それむくみ取りって書いてるジュースがあんの？そうです。むくみ取りって書いてある。キュートレモンね。いや、キレートレモン。キレートレモン。あ、緑の器だよね。それはキュートレモンですよね。あれキュートレモン、あれ違うの？キュートレモン、スイスイだけですね。キュートレモン。キレートレモンって何？キレートレモンじゃない？なんか青いラベルになってるやつですよね。あ、そうそうそう。あ、じゃあ知らん。夜コンビニ売ってる？コンビニ売ってます。コンビニ売ってんの？緑の瓶のね。緑の瓶のね。シーセンじゃないやつ。そう、シーセンじゃないやつ。緑のやつ？キュートレモン。キュートレモンですよね。キュートレモンや。キレートレモン。キレートレモン。キレートレモン。あれ、俺はキュートレモンやと思った。キュートレモンもあるんですよ、多分ね。緑やね。緑やね。ほんで、白いラベル入ってる。はい、白いラベル。あれ、それキレートレモンじゃないですか。絶対キレートレモンだ。そうですね。キュートレモン。キュートレモンは出てこないですよ、調べても。瓶あれやで、ハートランドみたいな色やね。瓶。あ、まずそう。マジでキレートレモンです、それが。え、それが白いやつが普通のやつ。まあ、そもそもあれ飲もうと思ったことないからあれやけど。めっちゃ酸っぱいよ。え、なんでそんなみんな全員キュートレモンだと思ったんですか？方言じゃないですよ。方言なの。ある一定の年齢超えたらキュートレモンになる。あ、ほんまや。キレートレモンや。ほんまや。俺ずっとキュートレモン一緒ね。これね。あ、ほんまキレートレモンや。ほんまや。こんな奇跡あるの？ある程度年齢を超えると、目が読めなくなる。俺もキュートと思ってた。白もあんねやな。耳でしか聞いてないから多分。これやね、これやね。これがもっと。それね。この青い方ですね。青いのはもっと。むくみ。むくみの。まあ、むくみって書いてる。こっちがもうすごいやつや。そう。スーパーだ。本当に取れますよね、マジで。30分ぐらいでなんかちょっと感じられますよね。次の日とかじゃなくて、結構その場で。その場で。私もその場で。めちゃめちゃ泣いた次の日飲んでも、目の腫れ治る？え、そう、これはちょっとね、わかんないな。口さん、そんな夜があるんですか？確かに。そんな夜あるの？悲しそうな感じ。何があった？いやいや、俺、その夜映画見る癖があって。ああ、はいはいはい。で、やっぱちょっと見たらやっぱ泣いちゃうんですよね。ええ。最近何で泣くんですか？この間見たんは、平成狸合戦ポンポン。なんでやねんって思うよね。そんな泣くの？いやいや、感動しますよ、私。かわいい。もう飲んでみてください。パンパンに話した状態で。これ、もしかしたらけど、他がのむくみ取れて目だけ突起したらどうするの？むくみじゃないもんね、だから。ミニオン、ミニオンズ。ミニオンズ。真ん中だって、真ん中行ったんね。キレートレモンなんや。ちょっと知らんかったわ。変な衝撃入っちゃった。ねえ、そうです。はい、じゃあ続いてもう一つ行きましょうかね。ラジオネーム、狼気取りの命名さん、広島県からいただきました。やるかの皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さんは、ダイソーのスチーム皿をご存知でしょうか。この皿は中に水を注いでオーブントースターに入れるだけで数万円する高級トースターと同等の外カリ中ふわな美味しいトーストが焼ける優れものなんです。少し前に昼のラジオで伊集院さんが紹介していて、ちょっと前に数万する高級トースター買ったばかりなんだけど、目隠ししてどっちって言われたら当てられる気がしないと悔しそうにしてたくらいなんですよね。皆さんはこれ買ってこれはすごいと思った商品はありますかと。あ、これね、バルミューダだったっけ。そうそう、と一緒になるんですよ。なお、ってことはね、蒸気が出てる。あれがこう、なんか水入れるところがあって、それで蒸気をやることで、なんか蒸気でふわっとさして、外カリにして、なんかふわってなる、美味しい、高いやつがあるんですよ。それと、100均のやつを使うと、同等になると。そうなんだ。じゃあもうそっち買わんでええってなるやんね。そうなんですよ。すごい。あの鉄板のやつよね、バリウムの鉄板のやつ。あの端がないやつ。端がないやつ。あんな使ってんすか？使ってないよ、あれ見てるだけ。あれ見てるだけ。めちゃくちゃね、埋めてますけどね、あの鉄板のやつも。ビッグカメラで見てただけ。これいいっすねって言って、見てるだけ。店員と喋んないでください。買わないって感じで。喋んねや、店員さんと。めっちゃ喋ります。これどういう機能があるんですか？あとそれ見に来てる客とも喋んの？これいいですよね。あ、これあのおばあさん。
さんとかが、うん、これのいいねって言われて、うん、いいっすよねって言ったりはします。ずっとマッサージチェア座ってるおじさんないですよ、ね、電気屋にずっといるから。ずっとマッサージチェア座って暇あったらビッグカメラ行くから。年金も珍しい、ね、もう年金でやってるっくりな生活だ。年金でやってる人の過ごし方ですよ。いややっぱ見たいですよ、やっぱり電化製品見たいんですよ、これですよね。だからこういうのがあって、まあ皆さんどうですか、なんか、買ってこれはすごいと思ったやつ、うん、でも今まで買ってこれ最高、これはほんま買ってよかったってありますよね。うん、あるな、買ってよかった、うん、これは正解っていう。俺さ、俺ギター好きやんか、はい、で自分で形決めて松下工房さんってとこでオリジナルのギター作ってもうたんや、はいはいはい、でその裏に打楽器の代わりとしてソロバンはめてんねんな、はい、見た見た見ました見ました。で言うたこう弾いてちゃんとピックアップもついてから、はい、弾いて裏向けてソロバンシャ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 ンってできるみたいな。おおすごい。それつけてんけどマジでいらん。いやいやいや欲しいやつ欲しいものな。欲しいやつ。あとそのソロバンちょっと突起してるからここゴリゴリ当たんねん、はい、痛いですね。右脇腹ね、はい、だからマッサージ効果で右脇腹だけ細なってくる。そう今変なん体が変な脂肪が削ぎ取られる。今体が変な変なで助けてほしい。そんな人生ですよ。ずっとメイン助けてほしい。そのシャッ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 音拾うんですか。拾うね。中にピックアップ内蔵してるんです。あ、内蔵してるんですか。アコギ用のやつをめちゃくちゃすごいし、めっちゃすごいですよ。ウィーンできるんやん。マジでいらんねん。でも世界で一つですよね。世界で一つやで。すごいな。これはいいですよ。楽器屋さんに持って行って、これ何万で、何ぼで買い取ってくれますって言って、それな、マジで100万かかってん。超特殊やから。で、何ぼですか言ったら8万って言われた。うわー、嘘。そろばん。クッキーが。使っていてもですか ?8 万ですって。うわー、恥ずかしい。その交渉も恥ずかしい。見てもらえます。クッキーガーじゃなくて。クッキーガーで上がって。体と精神変なになってるんですよ。体も確かに。体がね、変に痩せて。細くなっちゃった。どうですか、師匠は。なんかこれ買ってよかったりなの。なんかあるやん。その、なんていうの、このソファーって、ソファーじゃないけど、なんかこう、中さ、ズザッて。あ、人をダメにするやつ。そうそうそう。あれ先買ったの。でっかいやつ。無印とかで。そうそうそう。あれはヨギボー。すごいでかい。ヨギボー的な。ヨギボー的なやつ。横長のやつ。無印で買ったやつ。ビーズクッション。そうそうそう。あれめっちゃええよ、やっぱ。すぐ寝ちゃうね、あれね。まあいいですよ。すぐ寝ちゃうの。あれでお腰痛くならないんですか。全然ならない。体の突起になってくれるから。あ、なるほど。そういう形の。そうだね。そう。ザザッ。そんな音しますね。そうそうそう。気持ちよさ。ああ、じゃあいいっすね。めっちゃいい。ゆいちゃんはどうですか。私は最近アロマの火がバーってなるやつに、持ってるんですけど、最近やり始めて、火を炎を見るってな。あ、そうですそうです。焚き火みたいなことやるやな。そう、焚き火効果ね。そう、やっぱ火を見るといいっていうので見て癒されます。癒されてる。香りもするので。はあ、なんか洒落てんな。家で火焚いてんのかな。お風呂の中で火だけで過ごすみたいな。電気つけずに。うわすごい。めっちゃいいや。そう、それがいいです。とっても一人で。さすがに俺一緒に入ろうとか両今アイドルさんやから、ゆいちゃん上がってからでいいから入らしてくれよ。それはいいですね。ごめんね、実家行くわ今度な。家怖いし。ダメダメ。残り湯でね。いや、それはさすがにね、そのコップ一杯分ぐらいやったやろ、残り湯。ダメです。海に巻いて塩にしたいねん。ヘルモンじゃないかな。海に巻いて塩作りたいねん。いいですね。そんな塩分出てないです。海に巻いたら塩なんだね。海に混ざって終わりでしょ。海の砂のところに巻いてな。火に当てて乾かして塩を取る。ダメ。そんな塩分が昔ながらの。でそれを水で溶いて目薬にしたい。なんでだ。目に入れたの。これはもう相当思いますよ。痛いやん。痺れやん。痛いな。来たーってやつですよね。痛いな。やだ。感じたいね。感じたいよ。でも癒されるので、皆さん、奥さんとかも、彼女さんとかいらっしゃると思うので、その人たちと一緒にやっても絶対いいと思います。素敵だな。なこさんどうですか？なんか最近買った自分で。そうですね。ハンガーがいっぱい繋がってるやつって言うんですかね。ニトリで買ったんですけど。なんか、なんて説明したらいいんかな。等間隔のやつですか？こう。あ、等間隔になってて、かつそのハンガーの両、腕みたいな部分が折りたためるようになってて、上を
こうパシってボタンを押したら洗濯物取り込むのがめっちゃ楽なやつ。あれ便利よね。両サイドから折れてくる。あ、そうですそうです。かける時も便利やしね。かける時もすごい便利で、しまうのもすごいスリムになるので、あれが爪やな。めちゃくちゃあれ愛用してますね。すごい日常的じゃないですか。めっちゃ愛用してます。じゃあもう自分でやってるんですね、そういう洗濯物とか。あ、もう一人暮らしなんで。あ、そうか、ちゃんとやってます。一人なのだ。やめてください。あれロックオン。あ、ごめんなさい、何も言ってないですよ。言ってたんだ、はっきりと。一人暮らしなんだ。やめて、怖い。怖い、めちゃくちゃ標準語なのか。めちゃくちゃ怖い。標準なのか。標準語なのか。せめてストーカーの始まりやった。怖かったです。どうすか、あの煙は。あ、僕なんすかね。あ、でも最近買ったやつだと、あの、うん、カーペットの染み取る機械、あれすごいよな。うわーって、なんか、あの、なんか本当掃除機みたいな、あの先っぽなんですけど、機械のところに水入れて、はいはいはい、水入れてそこにあの染みのところに押し当てると、その機械から水出しながら、その汚れと一緒に吸ってくれるって。はいはいはい、あれでよく。あれめちゃくちゃいいんですよ、本当に。その、なんか、僕、猫飼ってるんですけど、うん、あの、猫が平気でベッドでゲロ吐くんで、うん、そうなんですよ。それが、そのおかげで、普通にその、めっちゃ綺麗になるんですよ。へぇー。それ、例えば服もいけんのかな。まあ、いけるんすかね。傷んじゃうかもしれないんですけど、でも使えるとは思いますけど、いけるよ。これめっちゃ便利ですよ、本当に。すごい。音すごいね。うるさいですけどね、買ってほしいです、本当に。あ、いくらぐらいですか。でも一万円もしないぐらいです。多分そのぐらいです。じゃあ絶対買うべきよ。これ買ってください、皆さん。ね、猫飼ってるんだよ。僕猫飼ってます。豚が？はっきりやったな。どうすんの？絵本じゃねえんだよさ。豚のための助走の時間いらないですよ。猫飼ってんだみたいな。どっちがいいさやってる。いらないですよ。あんまり言うのあれやけど、権利ないで。やばい。あるに決まってんだろ。買う権利ないよ。ありますって。ひどいって。だからそれゲロ吐くよ。豚に飼われてて最悪でゲロ吐いてるわけないじゃないですか。あと、ちなみに名前なんやねん、猫の。そう、糸ちゃんって。糸ちゃん、女の子。可愛いな。なんだそれ。なんださ。猫は認めるんだ。そうですね。最後、車どうですか、なんか最近買ったやつ。あ、軽装のバスマット一択。軽装のバスマットですね。遅くないか。軽装のバスマットですよ、皆さん。結構前から。もう切り替えました、そろそろね。バスマット洗ってる時代は終わりましたよ、もう。いくらですか、それ、水を。板やろ。いや、板なんですけど、もう、あの、無数に穴が開いてる特殊な岩を使ってます。何年前の話だよ。あれ、その、地球水してるもう、もうさっさらなんですよ。あれ、もう、あれ、永久期間ちゃうからな。正面を紙やすりで削ったら、またすぐ使えるようになるんですよ。これは便利ですよ、皆さん。はい、使ってみてください。ちょっと問題になってた。最新の技術。なんだそれ、軽装と。はい、ありがとうございます。何そのまとめ。はい、ありがとうございます。この番組ではメールを随時募集しております。何でもどしどし送ってください。普通のお便りとすべてのコーナーに送っていただいたすべてのメールの中から毎週抽選で5名の方に番組オリジナルゴールドステッカープレゼントいたします。ゴールドステッカーご希望の方は名前、住所、電話番号を忘れずにご記入お願いいたします。宛先はやるかアットマークmbs1179.com までお願いいたします。また番組ホームページのメールフォームからもお送りいただけますので、そちらもご利用ください。では一曲聴いていただきましょう。美咲さん、お願いします。はい、それでは聴いてください。美咲奈子でスイートサイン。美咲奈子です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。もっと読み上げます。小栗ゆいのコーナー。よいしょよいしょ、ゆうちゃん。このコーナーは心に残る有名著名人が言った名言、 そうだ、そして映画ドラマ漫画やアニメや CM の名台詞、なるほど、さらにはゆいちゃんに演じてほしいシチュエーションでの一言など、女優としても活躍する小栗ゆいちゃんがその演技力で感情を込めて読み上げてもらうコーナーです。おお、それあれやんか、何だっけ、縁日サイパー、アイパーさん、なんで縁日のアイパーさん、元縁日、焼肉食いたい方が流行ってないですよ。今カラオケ行きたい方って編み物頑張るぞ。いや、やってるけど編み物、今ハイパーさん、アイパーさん、それ受けてたの、それ受けてます、受けてます、本当受けてます、って言うだけやろ。大人気ですか、無限大ホールとかで大人気ですか。大人気ではないだろう。そんなことないです。人気なことはあるかもしれない、大ではないです。そこ何なんですか。違います、ゆいちゃんのコーナーですから。ゆいちゃんのコーナー、はい、今回もいろんなね、名台詞とかいろんな名言来てますから、ゆいちゃんお願いします。はい、ちょっとね、声優さんのおなこちゃんの前でやるの緊張するんですけど、確かに、ね、
若ちさんはもうだって慣れたじゃないですか。あ、初めてだから最初はそう思ってた。優しく見てください。そういうコーナーです。頑張ります。それではいきます。お願いします。神奈川県ラジオネーム満願前席さん、いきます、はい、今回ゆいちゃんに読み上げてほしいセリフは、名作野球漫画タッチでヒロインの朝倉みなみが上杉兄弟に言ったセリフ。兄弟、みなみはみんなのみなみなんだからね。おお、すごいな。今思ったらえげつないセリフやな。今思ったらいかついっすね。自信にみなぎってるよ。やばいっすね。兄弟両方に言ってるわけですよ。だからそう取り合ってる感じがあるから、そう、うん、それですらどっちかのものにすらならないっていう。すごいすごいですよ。確かにやばいやな。いいよ、確かに。みなみすごい、うん、すごいよ。どうでした、これこちらは師匠とか、はい、まあまあね、良さそうですけどね。よかったです。まあやっぱ世代の方が聞いても違和感ない。いや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 、文句あんのかい。文句あんのかい。いや、今までする説明するのがなこちゃんに説明するのめんどくさいですけど。何やねん。めんどくさいですよ。ゆいちゃんがこうセリフやって、はい、それをあの師匠とクッキーさんがちょっとこのむちゃくちゃに やり直すみたいな。え、違う違う。違う、心外やな。よかれと思って指導してんの。そういうコーナーだったから、今日ぐらいはだってまっすぐやってくれた方が。じゃあいいですか。じゃあ師匠ちょっとお手本見せてもらっていいですか。ほんまはこうだよっていうのを教えてくれる師匠がね。え、どこ読むんですか。あ、これです。ここ、ね、赤いところ。いいですね、基本に戻ってて。これもずっとやってます。これもずっとやってます、はい、基本に戻って。はい、じゃあ師匠お願いします。みなみはみんなのみなみなんだからね。ビーバップ入ったら終わりです。いいですか、じゃあ。ビーバップ肉だけやから。どこ読むんでしたっけ。すごい、すぐ教えてくれた。ここじゃないですか。順応が早い。じゃあお願いします。お願いします。はい、そこの少年右側に寄って止まりなさい。このバッチが見えないの。違う、違います。ゼロじゃないですか。ビーバップの要素ゼロじゃないですか。ゼロで言ったの。ビーバップ、ビーバップのセリフを言うだけなんです。なんかもう知らないと毎週同じこと言ってる。もう知らないと。こういうコーナー、もう意味わかんない。こんなコーナーでもビーバップのコーナーやから違うよ。ここ1ヶ月ぐらいビーバップのコーナーになっちゃった。ビーバップわかんなかったよね。昔の漫画でしょ。違うよ、昔の漫画でしょ。違います。ビーバップやめてください。昔の漫画だからビーバップじゃなかった。じゃあもうすみません、次のやついきましょう。続いて東京都ラジオネーム水弁当食べたいさん、今回読み上げてほしいフレーズはアニメ先駆け男塾より、江田島平八郎の平八の決め台詞。これはすごいですよ。わしが男塾塾長、江田島平八である。いやいや、申し訳ない。マジでなんでこれマジで全然ちゃうやん。なんかわかんないもん。さすがに違いすぎる。今回はマジで全然ちゃう。なんでわかんない。びっくりした。なんなんここまで水に浸かってた。話したまで水に浸かってた。僕が僕が言ってた。なんとなくイメージ作力が全然違いますよ。師匠いいですか。これはマジなやつあるから。マジですね。これマジなやつある。ちゃんと教えたい。はい、どこでした。どこでした。わかりました。ありがとうございます。優しいな。お願いします。はい、わしが上等のボンタン狩りじゃ。違う、ボンタン狩り出てない。ビーバップやってるやん。違うの。なんで違いますの。俺やりますわ、知ってるから。近いからわかんない。ここ読もうかな。合ってます。優しい。優しい。合ってます。曲です。じゃあお願いします。はい、トールバームクーヘン返せ。トールからどうしたの。トールから入っちゃった。それはトールが勧誘されてでバームクーヘン受け取ったんよ。なるほど。だでもやっぱり学校に戻りますよ。そのまま戻っていったから、まああの志賀マサルさんが、はい、トールバームクーヘン返せ。面白いシーン。めっちゃいいシーンじゃん。いいシーンです。何そのシーン。シーンから100ビーバップなんですよ。偉そうなんですよ。違う、いけるでしょ、多少。いけるじゃないですか。好きで、むしろ好きなジャンルじゃん。好きな方じゃん。好きで、好きで。なんでビーバップに全部勝てないの。なんでだよ。だって勝てたの。あと10人いたら
からアメリカじゃなくて日本が勝ってたでおなじみね。そう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 。ゆうちゃん次のやついきましょう。続いて横浜市ラジオネーム菊五郎さん、ゆうちゃんこんばんは。今回ゆうちゃんに編み上げてほしいのはビーバップハイスクールの上等のテルのセリフです。これはもうずっとビーバップだよ。上等は数が多いだけのチンピラの集まりだってほざいたな。これは申し訳ない。これはさすがに、これはちょっとやらしてくださいよ。これは正しい。これはマジの見本みたいな。マジの見本知らなかったでしょ。もうどこ読んだ。顔なんですよ。ちょっと顔なんですよ。師匠作る必要ないです。お願いします。これはもう本当聞いといて。うん、いきますよ。あの上等は数が多いだけのチンピラの集まりになってほざいたな。今だけはちゃんとやって。何やってんですか。何が誰今何ですか。今だけはちゃんとやってください。ビーバップ全部貸してんの。ビーバップはずっとやってたでしょ。ビーバップでしょ。ビーバップ上等はでしょ。そうそうそう、それをずっとやってたんですから。ここは読みたくないなぁ。だから読まんでいいかもしれない。ダメですよ。ダメですよ。読んでください。はい、お願いします。キーンでございまーす。何ですか。何ですか。キーンで。おぼちまくん。あ、おぼちまくん。キャラメルマン4号。キャラメルマン4号。何ですか。なんでビーバップってやったらやってくんないんですか。4号。知らないな、これ。知らないで。知らなくないよ。なんでこれ。知らねえ。テレアなんですか。だったら散々やってる。天の邪気なのよ。テレア。すぐやって。テレア。やれって言われたらやらせてください。それやってくださいよ。じゃあもう次のやついきましょう。はい。大阪府から来ましたラジオネーム、ロッキーチャックは冬眠中さん、うんうん、今回小栗さんには TM レボリューション西川さんの長年出演されている消臭剤 CM ソングのワンフレーズをお願いします。消臭力エステーエステーまでエステーまで出てくれます。エステーも西川さん確かに、まあ、確かにちょっとちょっとねビブラートなんですよ。ビブラートクソみたいな。それがちょっと弱かった。そうなんですね。いいですか。全然良かったですけど。逃げる全然良かったっすここなのかな。ここなんだよ。あ、わかりました。ありがとうございます。会話のターン。じゃあいいですか。お願いします。ビブラートですね。うん、はよやれやー。やったけど、これ何ですか。これ対決戦、あの関係戦ね、ビーバップ関係戦で一番最初の、はい、最後のシーンですよ、はいはい、で後ろがロボットの顔になってて、はい、トールとヒロシが結果やんなかったんですよ、はい、そしたらロボットの顔が、はい、はよやれやーって言うの。安い段ボール出てきたみたいな。安いのね。ロボットの顔になってる。ロボットの顔になってる。違う、セリフが違う。ビーバップやったらダメやから。ウッキーさんお願いしますね。ダメだよ。いや泣いてる。僕さ、ここ読んじゃないの。泣いてる。ここでいいよ。はーい。赤ちゃん。かわいい。赤ちゃんじゃない。お願いします。はい。情けなー。全然違う。ヒロシが、その、もう俺が、女になってやると。じゃあなったら、そうなったら俺がお前に、恵んでやるから、つって、本当かって喜んだけど、二人で、情けなーって言ったら、でっででん、トランペ、服俺を、って曲が流れるんだよ。映画が終わりだよ。映画が終わりだよ。そう、映画のエンディングよ、俺が。エンディングっぽいな。なるほどね。見たの時代やな。やってください、それ。次のやついきましょう、うん、はい、はい、あ、次のやつがですね、はい、セリフが分かれてるタイプらしくてですね、誰かが、キッズリターンの、新次役をやってほしいらしいです。はい、東京都ラジオネームあ、ごめんなさい、おてんばマングースさん、はい、映画キッズリターンそれだから誰か誰かでやったらどう、はい、どうですか、うん、はい、まあ、でもゆうちゃんが示したらいいですか。お願いします。じゃあ僕がやります。ケモちゃんがやる。僕やります。真実どっち？あ、誰？あの金子健、はい。ちょっと僕が引き継いだの全然分かってないんで。私が真実役か、はい。あ、そういうことか。あ、そうですね。そうみたいです。ごめんなさい。そうですね。そうそう。じゃあマサル。はいはい。じゃあ僕がマサルやりますね。はい。じゃあお願いします。まあちゃん、俺たちもう終わっちゃったのかな。バカ野郎、まだ始まっちゃいねえよ。これですね。まあ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 。これはどうですか。刺さらん。
刺さらん。あの心に。え、ちょっと。そうそうなんですか。うん、いや、よかったかなと思いましたけど。これまずは知ってますか、やっぱ。うん、いや、俺はあんま見てない。ただわかる。わ、はあ、かる。セリフも見た、見た、ね、聞いた瞬間に あそっち側でやったんやと思った。はい。あ、演じ方みたいな。演じ方、あの心の入れ方が置き方、心の置き方。あ、置き方です。置き方、え、じゃあちょっとお手本見てもらいますか。お手本見てみたいですけど、うん、じゃあ師匠どっちやります。あ、二人で師匠と二人でやりますか。師匠どっちやります。もう終わっちまったのかなっていう方ですね。まあじゃあもう終わっちまったの、言う方どっちですか。どっちでも、じゃあほな、じゃあ、どっち行きます。すごい探りであるじゃあ師匠はします。じゃあ師匠いいですか。俺はいいいいいはい、これはあれ、はい、やりたくないな、やりたくないな、やりたくないな、もにょもにょしないで、別にあれですよ、あれですよ、やりましょう、行きましょう、そしたら、どこ読むんでしょ。二人でやり合うな。あなたここ、二人でやり合った。あなたどこ読むの。私ここ、ここあなたそこ読むの。あなたここ、私ここね、了解了解、はいはいはい、じゃあお願いします。はいはい、うん、あ、よっか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 かなんだ。それ何それ、それ何それ。えさんもわかんないで、船で、うん、あの 船の上で、あの、うん、よっかよっか極東が、あれ丸、嘘つき丸のがね、嘘つき丸のが、あああああ、そんな時間じゃないよ、極東ね、懐かしいな、極東ね、時間じゃないんですよ。嘘つき丸の転校して、あの極東で悪い奴を連れてきょんのよ。ほら吹き、ほら吹き丸のね、あ、懐かしい懐かしい、懐かしいですね。ハッキーさん何も言ってないですけど、ハッキーさん何もやってないですけど、ヒツリターンやってほしいだけなんで、金子ケンスとね、意味わかんないんで、金子健さん、じゃあ俺普通に読みますよ。お願いします。まーちゃん、僕たちもう終わっちゃったのかな。バカ野郎、まだ始まっちゃいねえよ。めっちゃ良かったな今。なんでかっこよくやるんですか。これぐらいの言い方ね。こんな感じの言い方なんすって。リアルにやるんすよ。バカ恥や。バカ恥や。びっくり。やればできんだな、やっぱ。二人乗りてくれるんだから。この二人ってやればできるんだよ。やればできる。すげえ。なんなんすか。本気出したら。はい、ということでお便り以上でございます。リスナーの皆さんが心に残る名言名台詞は誰がどんな場面で何と言ったのか、うん、またはどんな作品でどんな役やキャラクターが何と言ったのかを書いて送ってください、うん、さらにゆいちゃんに演じてほしい場合はシチュエーションとセリフを書いて送ってください。お待ちしてます。宛先をゆいちゃんお願いします、うん、はい、宛先はやるかアットマーク mbs1179.com までお願いします。また番組ホームページのメールフォームからもお送りいただけますので、そちらもご利用ください。はい、以上もっと読み上げます小栗ゆいのコーナーでした。野生爆弾クッキーです。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。ショートで黄昏レター。あ、ショートになったんだ。ショートになったんだ。このコーナーはリスナーの皆さんがこれまで生きてきて嬉しかったこと、悲しかったこと、悔しかったこと、情けなかったことなど人生で起こった出来事を短い文章で送ってもらい、心を込めて黄昏ながら読み上げていこうと、そういった試みをしてるんですが、美咲さんはご存知でしたか。はい、このコーナーは存じ上げております。なんで、非常に勉強熱心ですね。はい、とんでもないです。全然黄昏たいことがあった場合は随時メールで送っていただけると助かります。直接、かしこまりました。直接でいい。さあ、ショートということでリニューアルされていただきまして、短い黄昏がたくさん届いております。楽しみ。あ、いっぱい来てる。ラジオネーム、イタリアリンゴジュース。お、セーターの人もいれば T シャツの人もいる季節だな。その後が気になるのに。やっぱ春ですよね。セーターの人もいるけど意外に外国の方とか T シャツ、師匠もね、今日 T シャツですし、ね、T シャツです。もう一個いきましょうか。こんな短いの。ラジオネーム、コロダイ。コロダイ、タンポポを見つけました。お、春ですね。横に犬のクソも見つけました。表情が。ラジオで
そんな顔で決めに行くんですねえ、タンポポやっぱ春ですけれども、それと同時にお散歩日和になってきてね、まあ、よくないですけどね、そのワンちゃんがあの、ね、掃除しない、掃除しないっていうのは、そういうのも、なんか祈りを込めた歌でした、ね、続きまして、お続きましてラジオネーム日光に行こう、うん、僕は7年前に AKB の番組でゆいちゃんを見て可愛いと思いました。おお、当時僕は13歳で、ゆいちゃんは15歳、あら2個下、現在僕は20歳でゆいちゃんは22歳です。いつになってもゆいちゃんの年齢に追いつけません。どうすればいいですか。かわいいじゃん、かわいい、かわいくはない、何年超えたいと思うやん。確かにそれはわかんないけどね、やっぱお好きだからこそのね、近づきたいと、近づきたい、そっか、物理的な距離はやはりアイドルとお客さん限りがあるけれども、うんうん、ありますけどね、時間というかね、年齢というのは一緒になれたらいいなという願いでした、うん、せめて一緒のとこ増やしたいね、うん、そっかそっか、そうそうそう、いっぱいに来てください。お前のパートの長さ変わんないです締めますね。短くしろ。日光に行こうっていうラジオネームってことは日光の人ではないんですかね。日光に行こう。確かに広げなくて、ね、ありがとう。ありがとう。いっぱい来てね。来てね。まだまだ分回しちゃいます。続きまして。分回し。大塚さん、うん。プロ野球中継を見ていたら、とても綺麗でセクシーな若い女性が。白髪の初老のおじさまにアイスをあーんしている客席がつっついた仲のいい親子だなと思いました。けなげやな、親子と取れてんねんな、ちゃんとな、うん、これは結構名文ですよね、名文、まあまあ、まあ親子に見えるんでしょうね、うんうん、皮肉なのかもしれない、はい、親子かもしれないっていうのがゆいちゃんの考えですか、はい、親子なんで、まあまあパパっていう意味ではね、パパという意味では親子という意味であるんですけど、親活動、パパ違い、親パパが意味がね、親活聞いたことないですか、言葉としても、お父さん、うん、お父さんにあんまあんしますかね、ゆいちゃんします、お父さんに、私しない、確かにですよね、ということはそういうことなんですね、ことですよね、どうですかこれ、お便り途中ですけれども、なこさんはここまで踏まえてなんか賛否あれば。賛否で残酷やってこんなもんの意見言わなあかんの残酷やって初回で、ね、僕もですね、なぜこのコーナーが終わってないかわからない、さもう手もないんじゃない、なぜ終わらずリニューアルをする、ショートバージョンに、そしてメールが増える、誰が好きだった短くしたら読む分量が多くない、読む分量はちょっとずつ多くなってますね、増えてるということなんじゃないですか、うん、いうことですね、まあ、ね、じゃあその調子でいきましょうか、ね、ラジオネーム獣臭、獣臭ですね、ザワチンって今何してるんだろう、本当にそれ、本当にそれ、本当にそれ、ザワチンもやってるな、ちゃんといいコーナーですよね、いいよ、短すぎるわ、ゾワチンさんね、トモチンさんの真似、ね、ああそうね、してましたね、いろんな人の真似やってね、それすごいですよ、男性の真似とかもしてますよ、すごいですよね、今それがなんかね、洗顔の泡でモノマネする人にちょっと移り変わったのかな、あったけどジュニアさんのモノマネとかする人にちょっと場所がね、またこの次に行くのかなというね、ザワチンはでも大丈夫よ、メガネ白いフレームのマネージャーいるから、いやいや、ありますよ、大丈夫かどうか分かんないです、白のフレームのメガネ、信頼できますね、まあまあそれフックみたいな、信頼ができるか、信頼できるか、あ、これじゃあもう今週最後のレターとなりました、こちらでございます、ラジオネーム日光に行こう、あれ黄昏レターのコーナーとかけまして、水谷豊と解きます、その心はどちらもつまらんでしょう、つまらんちゃんや、つまらん、ね、キャンディーズのランちゃんや、なるほど、あ
うまいのや。決まりましたね。しまってるのか。って言われてるやんけ。つまらんね。ちゃんと水谷豊さんの奥さんがランさんだということと、このコーナーがつまらないということを綺麗にかけてるんですね。すごい。これは一本取られた。めちゃくちゃ言われてる。取られた。めちゃくちゃ言われてる。いやー、ぜひね、こちらの住所に年賀状の方を個人的に送らせていただきます。仲良くならないわ。夢中だったら別で教えてくださいってことで。これ終わりますか、コーナーそろそろ。終われよ。完全にショートしちゃってるじゃん、時間。え、大丈夫、ショートしちゃった。あ、ショートしちゃってます。時間余っちゃってんじゃん。あ、時間かなと思っただけで僕が時計見て。じゃあもう一個行きましょうかね。出あれば出あれば。うん、出あれば出あれば。ちゃいちゃい。うん、ありますよ。つまらんなし、言わさんぞ、お前。はい、じゃあこの渾身のやつ行きましょうか。渾身ある、け。あります、あります。ちょうだい。はい、じゃあこちらですね。すごい、ラジオネーム、コロダイ。ね。地元の桜が綺麗な名所の橋の名前が花王橋と書いて、花に王の橋と書いて、あの花君橋と読みます。僕の曽祖父がつけた名前だそうです。ほんま、花に王様の王、はい、花王の提供の花王とでしょ、はい、おで花君って読むってこと、はい、それを曽祖父がつけた名前だそうです。マジで、だから何なの。そんなこと言わないで、すごいことやな。いやでも桜の名所で花見でみんなが人が集まってるわけじゃないですか。黄昏るとかじゃないし、あ、ここまでですか。ここまでと連絡誰も誰も反応するな。ここまでと連絡が入りましたので、終わりましょうかね。こちらのコーナーはですね、皆さんの人生で起こった出来事をね、短く手紙にしたためで送ってください。あるときはやるかアットマーク MBS1179.com までお願いいたします。また番組ホームページのメールフォーム、特におすすめでございますので、ぜひご利用ください、はい、以上ショートで黄昏れたでした。南川です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さあエンディングでございます。今週読まれたメールの中からアクリルキーホルダーが当たるやるかサイコロ抽選会を行いましょう。これサイコロ出た目でもらえる人数が決まりますと、ただし1が出た場合はもう一度サイコロを振ってゾロ目になったら1名の方に全種類のキーホルダープレゼント。まあ前回あのゾロ目出ましたからね。そうやな、これあれなの、はい、あの、うん、新しくね、美咲ちゃん入ったじゃないですか、はい、これキーホルダーさ前のままやんか。あ、確かに。あ、そうなんですよね、うん、まあ、それは今早急にね、スタッフさんが考え中、考え中でも聞いたらその余ってる若ちの分の在庫は買い取らしたらしい。かわいそすぎるでしょ。じゃあ鬼や。違うじゃん。かわいそすぎる。やってません。やってません。ちゃんとやってません。じゃあこれちょっとね、せっかくなんで、あの美咲さんね。お前お前。この話振ってもらいましょう。メール、今日ね、送ってくれたメールからね、プレゼントしますから。じゃあお願いします。お願いします。はい、出せていただきます。どうぞ。大丈夫。お、どうでしょう。あ、3です。3ということでございます。3名の方にですね、キーホルダープレゼントいたしますので、よろしくお願いいたします、はい、うん、ということでございますね、うん、まあ、だからこれ今時間があと1分ですけども、はい、どうする、黄昏れたはどうする、どうしましょうか、はい、どうしましょう、黄昏れた、どうするとか決められるんですか、うん、なんかもう1通ぐらい行く、あ、もう大丈夫、もう1通ぐらいですか、あ、うん、それ今週はこれで打ち止めとなった、うん、止まった、あ、そうなんや、打ち止めやったんだ、あ、ごめんごめんごめん、何もでもあんのかなと思って、うん、ごめん、でも打ち止め感あふれる一通ではありませんでしたか、いや、そうですよ、なんかないよ、決められても困るわ、うん、そう、なんかショートになって良さがなくなってないから、いや、ほんま、まあ、ショートになったら、なんかよくあるような一言でしたみたいな感じにね、やってますね、でもほら、ね、皆さんが大喜利、ね、してくれるわけですから、うん、そうやな、今後はね寄り添ってるわけやな、そうですよ、楽しみです、重みなくなってさあ、いや、楽しみだな、初回でございます、美咲さんね、よろしくお願いします、これからもね、ありがとうございます、緊張しましたか、大丈夫でしたか、めちゃくちゃ今でも緊張してます、これから次週もよろしくお願いします、よろしくお願いします、では今週はこの辺で、また来週お会いしましょう、さようなら、さようなら。